はい、どうもです、お昼に、お笑いを離脱しました。でちょっとね、午後の待ち合わせの人、先ほどのところかなと思ったけど、ちょっとねこっちまで来てくれませんかっていうことで、自分はちょっとねかぶりは初めてなんですけど、ここは道の駅かな、常陸太田のそこまで来ました。結構こっちはね、株で原付来たの初めてかな。自分の車ではさ、この道まっすぐ行って多分大物の方まで行った経験はあるんだよね。原付株でここに来たのは初めてだわ。ちょっと遠かったね、こっからだと。今現在ね、午後の1時55分、2時前。ちょっとねここで合流しましょうって言われたんで、ここまでやってきました。原付株では初めてです、この道の駅常陸太田は。結構ねいっぱいいるわ。まあね、原付株では初めてっていうことなんで、ちょっとここでね合流して待ち合わせの人と会ったら、そのまま帰ろうと思います。こっからだと自分今まで51号線で帰ってたんですけど、こっからだと自分の町まで293から帰れると思うんで、ね、ちょっと北登れば自分の町も293通ってるんで、その道で帰ろうと思います。ちょっとここで待って、待ち合わせてる人とで会ったら、帰ろうと思います。一回ね、お笑い迎える時に、51号線の方でガソリン入れてました。でまた帰り入れないとちょっとまずいかなと思います。ちょっとね街中よりこっちの方が山に近いんで、ちょっとパワーとか問題かな。アクセル離すとちょっとねダウン、パワーダウンみたいな感じしたりとかする、吹けないって感じ。まあそれはしゃあないけど、まああとはガソリン入れないと帰り道ちょっとやばいかなって感じですね、ガソリンの方が。はい、まあスーパーカブの方はね、この今上側になってきて下になれば予備タンクがあるんで、万が一場合はそれで行こうと思います。まあそれじゃあ終わったら、帰り道なんで、まあそれじゃあね、また何かありましたら連絡します。それじゃあ失礼します。